どうも、今週も、休みになりましたんで観葉植物に水やりをしていきます。実はもうだいぶ水やりをこうしている状態になってます。だいぶさっきからもうこの、カメラを回す前にですね、もうだいぶやっているというところです。ちょっと、動画の時間短縮というか、短縮するのが意味があるのかわかんないですけど、ちょっと最初もう水やりをしてからというのでスタートということです。ではちょっとね、もう変えていきますね。だいぶやってるんで、よいしょよいしょ。まあ、観葉植物的にはですね、そんなにまだ変化はないですね。そうですね、まだそんなに枯れてる感じもないです。で、寒さもね、気候的にもね、まだちょっとね、この昨日なんかはちょっと寒く感じましたけども、これでもまだまだね、過ごしやすい気候なんで、まあ、観葉植物的にもそんなにこうどうこうっていうことはね、あ、ちょっと溢れてきたんで。ということでね、まあまあ、そこまでまだ変化がないところですね。まだまだその観葉植物として見れてるかなというふうな感じがこうあるかなというふうに思います。まあそんなに変化がないんでね、何とも言えないですけども、ちょっと変えていきますね。これは見えてんのかな、クルシアロゼア。あ、見えてないんです。クルシアロゼアですね。このちっちゃいね、植木鉢に入ってるこのクルシアロゼア、これをね、どうしようかな、植木鉢をでかくしてもいいんですけども、そこまでまだいいかなと思ったり、でもちょっと窮屈かもしれないですね。もしかしたら窮屈かもしれないなというところですね。さあ、よし、じゃあ変えていきます。ではちょっとアングル変えますね。アングル変わっております。2回目のこう水やりということになっております。下からはもう水がこう流れている状態ですね。こういう感じ、これでわかるかな、流れている状態ということで、見ていただいたらわかるんですけども、こんな感じですね。だからそんなに変わってない。この辺とかも、しっかりこう、葉っぱはなってるという感じですね。そして、全体的にはこんな感じかなというところですね。そして、こっちもね、ちゃんとツヤがあるし、お客さんにもツヤあるねっていうようなこともこう、言っていただけてる観葉植物。こっちはあんま目立ってない。このクルシアロゼアは目立ってない。僕はまあこれはね、あのダイソーですね、100均のダイソーで300円で売っててね、で300円でちょっと買ってみようと思って買ってみたものですね。これは植木鉢を大きくすることによって、もうちょっとこう成長大きくなってるのがわかるかもしれないんで、そうですね、こういうふうに毎週取ってるんで、植木鉢をちょっと大きくして、でちょっとこう大きくなっていくっていうのをこう、見てもらう、楽しんでもらうのもいいかなという感じもしますね。ということで、今週の観葉植物の水やりは以上です。